ヤン・アルベルト・バザは、ポーランド・リトアニア共和国の数奇教、バルミア主教。ポーランド王、ジグムント三世と、その二番目の妻で神聖ローマ皇帝フェルディナント二世の、妹であるコンスタンツェの間の息子として生まれた。ポーランド王、ブワディスワフ四世の異母帝、ヤン二世の同母帝である。不王によりわずか九歳で、バルミアの領主主教に任命され、 1621年10月21日に教皇によって承認を受けた。しかしバルミアの司教座制度参事会は、この決定の承認問題をめぐって紛糾し、貴族階級も1631年の政務における最終的な承認まではこれに反対し続けていた。もっとも王子は一度も自らの司教区を訪れることはなく、補佐司教。 ミハウド・ジャウィニスキ、ワルシャワ女裁長、ヤクプ・ビエジュビピエンタ・ボジホフスキ、司教座制度参事会員パベウ・ピアセツキらが教区統治を代わりに行った。フラウエンブルクの制度は、死とアンデレの黄金像を含むヤン・アルベルトのたくさんの寄贈により、豊かな財産を得たという。ヤン・アルベルトは、イエズス会によって教育を受けた。1632年10月20日、 20歳になっていたヤン・アルベルトは、クラクフ司教を兼任することが決まり、1633年2月27日より、司教として着任している。また1632年12月20日には、彼が数奇教となることが共和国に布告された。ただし教皇ウルバヌス8世は、ヤン・アルベルトをサンタマリアイン悪意の教会の長老にすでに任じた後、 1629年10月29日には、秘密裏に、ヤン・アルベルトを、数奇教へと承認させていた。ヤン・アルベルトは1634年、イボニー・ブアディスワフ4世の外交政策の一環として、パドバを訪れていた際に休止した。そのシーンについては、はっきりしないが、アルブレフト・スタニツワ・フラジュビューは、日記の中で、ヤン・アルベルトがイタリアを立つ弟、 アレクソンデル・カロルに会いに行き、そこで弟から天然痘を移されたものと推測している。一方、パベウ・ピャセツキは天然痘以外の病気が死因であったと考えていた。ありがとうございます。